ハプニング発生ね、これウィーブンウィーブン。同じように全部カプラ取っちゃいましょう。まあ、見てからちょっと見つけて。あ、お前邪魔だよ。すいません。お前邪魔だって言ってんだろ。ごめんなさい。おい、本田、こんないらねえだろ。抜けねえぞ、おい。本当に抜けないよ。手前も無理？どうするの、本田さん。これが例の難しいってやったやつですか。これ二人がかりってどういうことだよこれ。これめっちゃめんどくさいっすね。2からにも抜けた。やばー、こっからですよ。こっからですよ。こっからですよね。こなかったんでね。ちょっとテンション上がっちゃって。はい。ふりあのね、これ斜めになってるんで直のエクステンションだと入んないですよ。なのでこうやってね、ちょっと R をさせるように、このウニウニくんです、これ。これちょっとね、奥まで刺さないとこうやって遊ぶんですよ。なるほど、首振りタイプのね、エクステンションね。で、これ奥まで刺すと効くんですよっていうね、やつ。首振りのエクステ、普通のエクステ、ここでユニバーサルで、ここでコマ上げしてますね。8分の3から2分の1で、これ最後プラグレンチです。こんな風に取って、いや、すごい大変だな、この車。ユリゲラー、はい、入りましたんでね、緩めていきます。工具持ってない方だと、この工具揃えるのにお金かかるんで、お店でやってもらった方がいいかもしれないですね。でも、楽しいですよね、自分と、うん、あ、これすごいですよ。狭いところでも、こういうね、クリクリとね、動くんですよ、ここ。素晴らしい、素晴らしい工具ですよ、これ。これ、どれくらいで回したら取れるの？スイカ地球5周ぐらい。さすら回しなきゃ無理じゃないですか。はい、取れました。取れました。って抜けてないよ。あれ、抜けましたって、まず抜けてないよ。親父どうなってんだよ。何やろう。 CM 入っちゃう。 CMまいまーす。NGK イリチュームスパークは、ノーマルエンジン用プレミアムプラグとして中心電極に極細イリチューム合金を採用して、よりすぐれた着火性を実現し、
スポンスを大幅に改善したイリチウム IX プラグ、さらに外側電極放電部に白鉛チップを採用し、白鉛プラグ同等以上にロングライフ化を図ったイリチウムマックスプラグがあります。その他チューニングエンジン用プレミアムプラグとしてイリシリーズプラグも取り揃えております。プラグに配ってもらってます。取れてるで、あ、イリジウムだ。オデッセイ純正でイリジウムっぽいです。なんと、そんなあれだね、汚くないね、うん、全然いけましたね。まだ何万キロぐらい走った？7万8万ぐらい。まあでも買い取って損はないんじゃない。はい、ちゃんか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 2番。これもあんまそんなに汚くない。もっと真っ黒になりますよね、ダメなやつって。ダメですよ本田さん、なんでこんな作りにしちゃったんですか。あ、でもすごい減ってる。減ってますか。気がする、気がする。あ、でも減ってるよ。おー、ロック、登録登録ヤフー、登録登録クリック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 登録登録クリック。